察ですね。あー、自転車がうわ曲がってますね。おう、かんですな、血がもうついてましたね。まあ、この場所で事故があったと。救急車動くんで止まってます。自転車が跳ねられて、あの自転車に血がついてました。気をつけてくださいよ、マジで事故怖いです。ここ名古屋の、まあ、名古屋駅から近い交差点なんですけど、あちらツインタワーですね、高島屋が入ってたりするビル、まあ、そんな交通量の激しい場所で、まあ、自転車が跳ねられた事故が起きました。車がちょっと見当たらないんですけどね。車が本当見当たらない。バスかな、あバスか。おーなんてことだ、バスと自転車の事故みたいですよ。動かないですもんね。乗客の方、今待ってたのはこの乗ってた方ですね、きっと。ああ確認してますね。ただ自転車がどんな風な運転をしてたかはわからないですけどね、避けきれない事故だった可能性もありますし、まあ、どうか本当自転車の方もバスの方も安全にね行ってほしいと思います。